入れます。そしてこの、みぞへ入れまして、この板バネの下をくぐらせます。これでいいです。そしてこの方を持って、この、角とこのへこみを合わせてください。こう入れてください。そして出します。下ろします。そしてここで弾み車で弾みをつけます。ときついと思えばこれを緩めてやってください。途中で下糸が切れた場合、3センチ端からこのぐらいにして、そして入れて、これが緩めて下へ下げると細かく、粗く上へやると、細かく、適当な面に合わせて切ってください。下糸を巻くのは この溝とこの地方、ここに、地方があります。これを合わせて入れてください。そしたらこう回ります。そしてあとはここからここ、そしてこういうふうに、で、ここを押してください。そしたら開けます。できるだけ糸は、下糸は最初に上げておいてください。
必ず手前へ回してくださいね。手前へ1回転回してください。2、3滴、1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 滴、で、ここへも1滴、そしてここへも1滴、そしてベルトの外し方はこれをこう右にスライドさせます。そしてこの弾み車を回します。そしたらこう外れますので、そしてこう倒してください。倒してここへ一滴、そしてここへも一滴、ここへ一滴、ここへ一滴、そしてこれね、今度ベルトの入れ方、この歯車をこれを手前へ持ってきます。ベルトにこういうふうに、ベルトにこういうふうにかけます。そしてベルトを回すと自然とかかります。以上ですね。頭部のしまい方ですね。これを外してベルトを外して、それでこう持ち上げます。そして中へ入れます。そして